昨夜熊本市中央区のビルで全身を大きな布で巻かれた女性が遺体で見つかりました遺体は昨日午後8時45分頃熊本市中央区南坪井町にある雑居ビルの空きテナントで見つかりました警察によりますと遺体は熊本市中央区南千段畑町の派遣社員 辰島ありささん29歳で全身に大きな布が巻きつけられていたということです。目立った外傷はなく、所持品も見つかっていません。結構1階2階はね。入ってらっしゃるけど、上の方は住居だったと思います。だけど、誰が住んでらっしゃるかはあんまりわからない。あ,あびっくりしますよ。初めてじゃないですか？私ここに突入できて40年に <laughs> なりますけど、こんな繁華街でね。 昨日午前1時過ぎ辰島さんの家族から警察に行方不明届が出されていて付近の防犯カメラによく似た女性が写っていたことからビルを調べて警察官が発見しました警察は辰島さんが事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査しています。